皆さんこんにちは、伊藤園ティーテイスターの菅原です。今日は暑い日にぴったりのお家で簡単に作れるアイスほうじ茶ラテをご紹介したいと思います。ポイントたったの2つでカフェのような本格的なほうじ茶ラテを作ることができます。それでは早速作ってみましょう。それではアイスほうじ茶ラテを作っていきます。まずはベースとなるほうじ茶を作っていきます。2倍の濃さのほうじ茶を作りますので、今日はティーバッグを2個用意しました。ポットの中にティーバッグを入れます。お湯を注ぎます。色が濃くなったのでティーバッグを取り出します。冷蔵庫で冷やします。ほうじ茶が冷めました。ということで牛乳ではなく、本日はこちらの練乳を使っていきたいと思います。よくお客様からほうじ茶ラテを牛乳で作るとどうしてもほうじ茶の味が薄くなってしまうといったようなお声をいただくことが多いんですけれども、こちらの練乳を使うことによりまして、ほうじ茶の味を薄めずにミルク感と甘みを足すことができます。実はお家の冷蔵庫に眠っていることが多いかと思いますので、ぜひ冷蔵庫の中を探して、もしこの子が眠っていましたら使ってみてください。ちなみに私の冷蔵庫はラテを作るためにいつもこの子を常備しております。森永乳業さんいつもお世話になっております。氷を入れたグラスを用意いたしましたので、先ほどのほうじ茶を注いでいきます。今日は大さじっぽいスプーンを用意しましたので、こちらで2杯入れていきます。完成です。それではちょっと味見してみたいと思います。美味しい。ということで、こんな風に簡単にほうじ茶ラテがお家で作ることができます。今日はアイスでご紹介しましたが、もちろんホットでも美味しく作ることができますし、それから飲む際はお好みでジンジャーやシナモンなどスパイスをちょっと振りかけてみたりアレンジするとまたちょっと違った味わいを楽しむことができます。それでは最後に今日のポイントのおさらいです。1つ目はいつものほうじ茶の倍濃く入れること、2つ目は牛乳の代わりに練乳を入れること。ぜひ試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。